はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイというか、アルコール度数ゼロです。これジュースですね。サントリーのノンアル気分、アルコール度数ゼロ。リンゴヌーボーテイスト。果汁が 1%。糖類がゼロ。カロリーゼロ。カロリーゼロは珍しいですね。ジュースにしてはカロリーゼロはなかなか。今年収穫したリンゴの華やかな美味しさが楽しめるヌーボーテイスト。嬉しいカロリーゼロ&糖類ゼロ。こちらは賞味期限は2017年の9月なんで大丈夫です。余裕です。原材料面がリンゴ果汁とデキストリンと酸味料と香料と甘味料。アセスルファム系とスクラロースとカラメル色素です。酸味料入ってんのかな？なんで買ったんだこれ。わからん。全然わからんけど、なんか、土地狂って買ったんかな？土地狂って、甘味料入ってる上に、なぜかアルコール度数 0% のを買ったんかな？土地狂ったんかな？なんか土地狂ったんでしょうね。おそらく。乾杯。これ甘味料だ。リンゴジュースにね、甘味料を入れたような味するわ。リンゴ 100% ジュースの方が絶対うまい。100%。リンゴ、でもなんか酸っぱいな、なんかな。炭酸水で、リンゴになんか酸っぱい。多分酸味料のあれだな。酸味料の酸味だな、これ。酸っぱい。リンゴ 100% ジュースってこんな酸っぱくないですね。むしろ甘いだけなんです。リンゴ 100% ジュースは基本的に酸味はないですよね。結構酸っぱいな。で、後味がこの甘味料の後味の下に残る感じね。なんだろう。リンゴヌーボーテイストってことは、まあ、いわゆるリンゴのワイン的な感じで、あれなのか。微妙やな。いや、まあ、でも、まあ、酸っぱいリンゴ噛んでるっていうか。酸っぱいリンゴを、すりおろして、まだほとんど熟してないやつをね、青リンゴみたいなやつ、をすりおろして、絞って、って感じかな。わからん。まあ、あんまり別にうまいかって言われると、ってなるね。ノンアルキ。これ飲む人って、何があれ飲むのこれ。わからへんけど。これ飲む人っていうのは一体何をあれして飲むんだろうね。何を期待して飲んでんのこれ。それがわからへん。わからん。全然わからん。
多分飲む人って多分マーンの人ですよね。おそらく。男で飲む人多分いないんですよ、おそらく。多分マーンですね。で、びっくりすることに、ですね、ノンアル気分のサイトに行ったらですね、ラインナップが1、2、3、4、5、6、7、8、9個あるんですけど、全部ニューって書いてあるんですよ。ニューって、ここの帯みたいな、このとこに、この肩の部分に、ニューって書いてあるんですよ。あれかな、ニューニュー製法かな。ニューニュー、あれかな、いわゆるさ、あの、ポテチがさ、あの、品薄で、やばいですって言って、あの、儲けるテクの似たような感じの、あの、新しくなったよ、美味しくなったよ、あの、で、こう、売り上げ伸ばす、こすーい、あれかな、商法かな。ちなみにラインナップ、カシスオレンジテイストと、地中海レモンと、巨峰サワーテイストと、地中海グレープフルーツと、ホワイトサワーテイストと、梅酒サワーテイストと、沖縄シークワーサーと、ソルティードッグテイストと、ジンライムテイストです。わからん。わからん。何を期待してこれ買うんだろうな、これな、女の人って。よう分からへんけど。まだアルコール度数 3% のさ、なんかさ、チューハイ買った方がまだ分かるわ。うん。0% のカクテルちゃうわ。チューハイって、ジュースなんだけどさ、わからへんな。なんで買うんやろ、これ。何を。しかもサイトに行ったらあれだぜ。広末涼子だぜ。広末涼子。広末涼子？広末涼子がオープニング飾っとるわ。あとロバートの秋山。広末涼子ってこれ何歳なんこの人。広末涼子ってさ、もうオワコンの人じゃないの。もう、あれ芸能界引退したっていうレベルの、あの、オワコンさだよね。で、ロバート秋山は、あの、ロバートの中で、あの、この秋山だけが唯一残ってるぐらいの、あの、もう二人が、もう他の二人がもう全く売れてないっていうパターンだよね。ロバートは秋山は売れてるかどうかは知らないけど、まあ、あの、ああ、はいはいはいってわかるんだけど、他の二人見なくねって、本来三人のあれでしょ、芸人でしょ、グループでしょ。ロバート秋山以外見ねえんだよね。うん。いや、見ねえってこともないのか。あの、今テレビは俺は全然見てないけど、俺、テレビ2年間ぐらい見てないけど、なんだっけ。なんか、出てるあれがあんのかな？あの、わからんけど、まあ。結構出てる、テレビ番組はあるんだ。のかな？なんかさ、あったよね？あの、ロバートが、の3人で出てるやつね。昔、3年前ぐらい。
あったけど、今は知らん。本当にリアルで俺2年間ぐらい俺、テレビ見てないからな。本気で。本気でテレビ売っ払おうかなっていうレベルだ。俺結構でかいテレビ持ってんだよ。27型、あれ？何型？あれ。何型だろう？ 27 型ぐらいのやつ。持ってるんやけどね。まあ、結構でかいって言っても、そんなにでかくはないんだけど。テレビ持ってんだけどね。俺のこのパソコンのあれが19型ぐらいだから、何型だろうね、27型。よりでかいのかな？わかん、30型ぐらいかな。やつ持ってるんだけどね。無名メーカーの。知らんメーカーのやつね。持ってんだけどね。最近見ようとして、リモコンをいじったら全然効かなくて、あれ、ちょっと電源、ポチポチしても、つかないんですよ。あれ、電池、なくなったかなって言って、電池の、そのリモコンの蓋をこう、パカって開けたら、電池が、液漏れしてて、で、なんか、錆びてるんですよね、なんか。え？って。なんか、電池をこう、引っぺがしたら、なんか電池のプラスとマイナスの部分がなんかサビサビになってて、何これと思って。液漏れしてるんですよ。液漏れしてサビサビになってるんですよ。これはつかねえわけだと思って。で、もう諦めた。まあ、いわゆる宝の持ち腐れですね。一体何のためにテレビを、飾ってあるみたいな。買いかどうかっていうと、まあ別に買いではないけど、まあ言うてもまずくはないからな。ただジュースですよね。3332で少しありがとうございました。